はい、どうも、こんにちは、こんばんは、藤山さんです。黒金の方向ですね。まずいな、ちょっと声が。よろしくお願いします。お金がない、火の車だな。現実も、ゲームでも。さあ、行こうか。解放軍本部からの指令をご説明いたします。今回の任務は、友軍空母の護衛です。まず、帝国の超兵器、双胴戦艦ハリマの撃沈作戦についてご説明いたします。ハリマは戦艦を2隻つなげ、搭載兵装量を強化した重武装の超兵器です。トーアの魔人と呼ばれるハリマを沈めなければアルケミー作戦の成功はありえません。解放軍は大型空母4隻を含む艦隊での攻撃を計画。大量の航空機による一斉爆撃でハリマを撃沈します。このハリマ撃沈を目的とした我が軍空母艦隊に対し、帝国は襲撃艦隊を派遣しました。空母を護衛、あるいは敵艦隊を誘引することにより空母を無事に海域外へ脱出させてください。出撃準備願います。よし、じゃあ行こうか。とりあえず このさ、ハリマってさ、もしかして俺が結構さハードかなんかで苦戦した拠点を倒せなかった拠点を守りきれなかったやつかな。なんかそんな気がするね。もうとにかくすごい勢いで、ああでもあれは小型の戦艦をブリ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 出してきた超兵器だったけど、あれのことなのかな。まあいいや、とりあえず落とそう。落としたいのも山々。おちょっと待って、初手ちょっと双眼鏡やめてもらっていいですかね。よし、OK だね。で、あれが例の空母かな。飛行機ね、飛んでるから、あれちょっともう やってんじゃん。おもう始まってんじゃん。追っ始まってるぞ。おーい。俺のいないところで戦闘を始めるんじゃない。ゲームが終わっちまうんだよ。よし。さて、コメントをね、ありがとうございます。ちょっといただく前から、やっちゃってる感もあるんだが。まあ、更新主体で、行こうかなと、思うので、相変わらずね、よろしくお願いします。まあ、こんなね、こんなちょっと喉でやれるかどうかもね、怪しいし、ね、落ち着いてもよかったんだけど、あれこれちょっと、動くまだ。機関損傷まだいけるでしょ。まだ早い。修理にはまだ早い。いや、もう修理だ。間に合わない。護衛ができない。よし、行くぜ。応急修理開始。かまわない。終了。で、コメントありがとうございます。このターゲットの中にちゃんとね、いろいろ情報が入ってるらしいんだよね。その、エネミーだったらエネミー、ターゲットだったらターゲットっていう、ちゃんとね、なんかマークが出るらしいですが、ちょっと分からないですね。今回なんだろう、ミッションの内容はね、護衛なんで、まあ、敵を見ても、エネミーとしかね、出ないんで、その対空じゃないや、ターゲットのランはちょっと出せないから申し訳ないんだけど、うわすごいね、バーンってさ、恐ろしいよねあんなんがさ、自分で装備しているから言うのもなんだけど、あんなのが飛んできたら死んじゃうよね飛行機ひとたまりもないよ。俺だったらまあ5、6回は死んでるね。リスポーンキルが確率です。特攻でもかけないと絶対勝てないよ。で、護衛をするか、もしくは、わあ、ダメージすごい食らってんじゃん。俺知らないよ。そう、護衛をするか、もしくは敵を引きつけろってね、言っていたんで、まあ、そこら中で派手に暴れていればいいのかなと思うんだよね。この、ちなみに、ノーなんだけど、魔界村をね、小1時間プレイ、でもね、1時間プレイしたけど、喋ったのは、なんと40分ぐらいだと思うんだよね。あ、また機関損傷。ちょっと、あ、声が、ま、やばい、こいつは。治ったかな？治ってないですね。これはまずいな。まあ、今のうちに魔界村の練習もしていけばいいかな。ちょっと、参ったなってとこいる。あ、でもなんとかちょっと、守れたんじゃない？あ、危ないから。危ないかな。
まあ、実際その1時でもさ、たかたかさ3、40分ねベラベラしゃべってゲームしながら喋ってるだけで、おっあっぶねえ、多分これギリギリだったよ、結構近づいてたもんね。脱出もちろんだよ。こいつがもうちょっとね強い方を持ってたら今完全に終わってたと思うんだよね。でここであの万が一あの缶が落ちて失敗しましたなんて言ったらね俺泣いちゃうからもう逃げるね。空母艦隊は当該海域を脱出、ハリマが潜むクレー向け進軍中です。我が艦は引き続きハリマ攻撃艦隊の間接護衛に当たりますっていうぐらいだからさ、ちゃんとハリマ攻略戦では俺以外の部隊がさいっぱい出るんだろうな。空母この空母4隻は当たり前として、他の戦艦駆逐艦もちゃんと出てきてくれるんだろうな。じゃないと怒る。お原子炉4、あこれ勝ったんじゃないか。早速取り付けようぜ。まあ多分あの鼻風邪、医者に行ってね薬をもらってすごく効くんだけど、それのせいで喉がおかしいのかな。そうとも、ね、思えないんだけど、ちょっと改造しておきます。はい、衝撃の事実、原子炉4よりも原子炉アルファの方が強いのでスピードは上がりません。ありがとうございます。まあ大体ね、小1時間実況やった翌日翌々日ってね喉おかしくなるんですよ。でもさやばくない？1時間さ喋っただけでだよ、喉おかしくするってさ。空母ボイラーいらないね。一応鋼材も上げとこうか。上がらない。よし、じゃあ次どんどん行こうぜ。軍本部より入電、敵迎撃艦隊の戦艦を撃沈せよとのことです。ハリマ攻略を目指す空母艦隊に対し帝国が迎撃艦隊を差し向けてきました。我々はその帝国軍迎撃艦隊を友軍艦隊とともに襲撃無力化します。出撃準備願います。戦艦だったら余裕ですね。俺の戦艦でどうにかしましょう。まあ、実際ね、喋らないんだけどね、普段。ほんと喋らない。仕事中もそんな喋るようなね、仕事じゃないし。実況以外で、だって、お友達がいようがいまいがね、喋らないし。まあ、そうすると、なんか最近よくね、喉のつっかえ？お薬とかさ、普通にまあ食事とかも誤飲してしまう、胃じゃなくてさ、肺の方にね、行っちゃうとかよくある、俺あるんだよ。結局、喉が鍛えられていないっていうね、話でさ。まあ、その原因が、あんま喋ってないとか、喋る時間が少ないとかっていうのは、ちょうどね、バラエティでやってたんだけど、まあ、それに当たるのは当たるんだよね。でさ、その喉を鍛えるのにさ、カラオケとかがね、すごくいいって言うんだけどさ、カラオケ行く暇もねえよな。行きたいんだけどね、俺は。昇波。もう昇波か。やっぱ砲が強いな。すごいな、これ実際の戦闘でこんな、なんかパイレーツ・オブ・カリビアン的なノリで突っ込まないでしょ、みんな。死んじゃうでしょ。乗り込むの、みんな。みんな乗り込んでくんのかな。正直ありえないと思うけどね。どうだ、もうそろそろやったんじゃないか。そろそろ修理しよっか。大破はいいね。このね、慣れたというか、そのあれが遅いんだよね、報告が。一瞬の油断が命だっつってるんでさ。よし、生き残った、俺の勝ちだ。応急修理終了。早く撃つんだ。機関再始動。
ターゲットの中にちゃんと入っているんだけど、なんかね、エネミーじゃなくてターゲットになると、ここは稼ぎポイントっぽいですね。戦艦いっぱいいるしね。なんか円の中が丸くなるんじゃなくて、なんかもう少し意味合いが違ったのかな。きちんと読めばよかったんだけど。コメントも、あ、今ちょうど見えるか。ちょっと待って、俺はもう逃げながら、あ、こっち、そうだね、こっち行きながらで大丈夫か。あら、敵の戦艦もちょっと早いんじゃないのねえ。あんまりそのスピードで勝て、危ないねえ、勝ててるっていう感じじゃないよね。やっぱりもうちょっと強いねえ、タービン、ボイラー、原子炉ねえ、ここでクリーンな何かしかがないとな、ちょっと大変だよね。よし、一個部品もね取り逃してしまったんだけど、ちょっとそんなものを拾っている余裕はないな。このままもし敵が出ないんだったら逃げてしまいましょう。エネミーがね後ろにいるんだけど、ちょうど今見れるかな。敵は、あー、こういう敵に限って追いついてこないのかな。あ、一応マークがついてると、よく見ろと。ターゲットは円形のマークが出る。そのマークっていうのはこのソナー上に出てるのか、それともこのロックオン上に出てるのかな。俺の中ではこのエネミーしかね出てないんだけど、エネミーとターゲットだけしかないんだけどさ。主力戦艦を失った敵艦隊は目的を果たせぬまま撤退しました。ハリマ攻撃艦隊の間接護衛として我が艦は引き続き呉へ向かいます。呉ってさ、556作ってんのかな。ふ、なんだろう、良くも悪くも呉って言ったら俺もう556しかさ、出てこないんだけど。魚雷じゃないんだよな、魚雷じゃないんだよな。必要なのは原子炉ベーターとかさ、ね、強力推進装置的なものが欲しいんだけど、なかなかね。あの前のいただいたコメントにも、なんだっけ、あのインフレね起こすかなって思ったんだけど、なかなかインフレ起こしてくれないね。ちょっと航空戦艦だけ、そう、こういう感じに、ね、なってくるんだよね、いくらやってもさ。原子炉ほんと作れんのかな、それも不安になってきた。お、超兵器来たね。友軍艦隊によるハリマ攻撃作戦について結果をご報告いたします。ちょっと待って、なんで勝手に言ったの。友軍空母艦隊は敵超兵器ハリマ空襲を敢行、敵艦機関部に損傷を与えるも全滅しました。軍本部はハリマの機関損傷を後期と判断、直ちにハリマを攻撃撃沈せよとの指令です。出撃準備願います。ちょっとやばいなこれ、軍本部ちょっと危ないなこいつら、何も考えてねえぞ。ちょっとね、痛手を負わせたからお前らだけでなんとかやれんだろうみたいな感覚でやってるでしょ。お前ね、チェスとか将棋感覚でね、人を使われちゃ困るんだよ、人が死んでんねんでって言わざるを得ない。機関部ってことはそんなにスピードが出てないってことなのかな。スピード出てなくて30ノットとか叩き出されたら俺はもう怒るしかないんだけど。さあやるぜ、どこだい。これもね瞬間的にね出てくるからね。ちょっとくれ、あれ、甲板を狙いましょう。はい、どこ、ここか。 BGM かっこいいね、ちょっと BGM を聞いてもらうためにも俺は黙っておこうかなという逃げで、逃げの一手でお願いします。
中波。ロケットの猛攻がね、激しすぎないか。ちょっと霧のいいとこでね、BGM もいいとこ来たんで喋ろうかなと思ったんだけど、ちょっとミサイルが本気すぎたな。むしろ喋れないぐらい、喋れないくらいのミサイルの猛攻来て焦ったんだけど、まだ迎撃してくれないか。とりあえずやっぱ後ろをなるべく取って、でそうだね、弾の当たる面積をこっちのね、こっちの弾の当たる面積を低くしので、突っ込んでいくと、まあ、あんまり距離また詰めるとやられる可能性がね高いんで、もう落ち着いていこうかな。またなんか 急速展開してるもんな。お前は何なんだ。まずいか。後ろにつかないと。おまけに近すぎる、距離が。間に合うか。応急修理開始。あれ火事になってる、大丈夫か。前もこのロケットにしてやられたんだったかな、ちょっと覚えてないな。応急修理終了。ちょっと BGM かっこよすぎるな。機関再起動。こいつをまず落としたい。よし、なんだあれは、弾薬か。何でも弾薬はいらないな。多分このまま撃ってれば。弾薬って書いてあるよね、多分ね。修理パーツでもね、たまにね落とすんだけど。おっと、ブレーキ。ちょっと弾のばらつきが大きいかな。横につけた方がいいのかもしれないんだけど、ちょっとな、横につけると今度俺がね負ける、やられる気もするんだよね。弾がすごい距離で飛んできそうな気もするからさ、ちょっとある程度ね距離は保っておきたい。ただし2ノットでは話にならない。向こうにも敵がいるんだよな、それはちょっと気になる。迎撃はなんとか、あー弾に当たってんのかな、それは痛いな。あ、でもこの斜めとかもいいかな。横っ腹につけてるのが一番いいかもしれないな。もう一回。よし、間に合う。全然間に合う。それは大丈夫。このスピードだとな、弾ちょっと避けられないんだよな。ギリギリね、当たるか当たんないかの距離だったら、ちょっとね、お尻、向けたり向けなかったりすればね、多分生き残る気もするんだよね。ああ、いいとこで。あ、これ修理できないぜ、こんなとこで。魚雷もまずい。あと修理1回でしょ、まずいな。弾薬に不安は一切ないんで。あ、火災終わったか。あの敵ですね、あのちっちゃいのが HP 回復でも持っていればバンバン剤だが、お、 HP 回復ですね。 HP 回復しようかな。 OKOKOK で、実はダメージがあんまり与えられていないという話ね。突っ込んでいってな、攻撃当てることがねできればそれでもいいんだけど、多分ダメージ負けするでしょう。多分甲板にね当てられてないんでね、その当てるべきところに、また火災か、ね、当てるべきところに当てられてないから、ね、ダメージが入ってないんでしょう。甲板ってどこ、戦況じゃなくて甲板だから、中央あたりを打てばいいのかな。あー、ダメージがきついな。
今火災じゃないか、兵士大臣が。あとはミサイルはやっぱ強くない、強いのはミサイルじゃないね。ミサイルどんだけ食らってもこれ関係ないね。応急修理終了、機関再始動。なるほどね、ミサイルは数に物言わせて打ち込んでくるタイプか。あ、でも揺れてるね、プル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 揺れてるね。この距離だな多分。ちょっとミサイルほっといた方がいいかな。ミサイル、ミサイルでどんだけ食らうのかな。もしミサイルの目的が、あ、って言ってる間にこれ勝てるな。ね、機関損傷とかだったらね、火災とか機関損傷のね、お話だったら、あ、ちょっと本気、ミサイル本気大好きだ。あの、余計なこと言ってらんない。やっとこう。よーし。あれだな、多分、流れ弾に当たったのかな。まあ、ハリマの、あれだな、範囲としては砲が少ないね。せっかくね、なんか搭載数を強化しましたキリとか言ってたけど、大して変わんないもんね。うちと大して変わんないぜ。だってでかい砲の数だけ見たら、違うものすらミサイルがあるかないかぐらいだよね。確かにミサイルってね、魅力ではあるし悪くはないと思うんだけど、ダメージ少なすぎるでしょ。このだって防御、うわ、なんだ、やっぱり砲じゃないか、やっぱり砲の方が強いじゃないか、いい加減にしろ。よしね、この R のこの暗黒程度、大暗黒程度でもあんなちょこっとのダメージしか与えられないんじゃ、ミサイル持ってる意味がないよね。まあロマンかもしんないけどね、ハリマの艦長もロマンをね追い求めている、ミサイル大好き人間だったのかもしれない。分かっているようだな。でも僕はね、実弾砲系なんだ。作戦成功、東海域を脱出いたしましょう。超兵器ハリマを撃沈、日本近海の制海権を確保しました。ハリマを撃沈したことにより、東アジア地域解放の日もそう遠いことではないでしょう。強くなりすぎたな。おお、ガトリング砲かっこいいね。と CIWS、 ちょっと見てみようか。ガトリングガトリング砲と CIWS ばっかりじゃねえか。そしてとどめのガトリング砲か。ガトリング好きだね。でも俺も好きよ、ガトリング。ちっちゃい頃はガトリング派の人間でしたからね。高校生になってぐらいでショットガンにね目覚めてしまったんで、そこからはもうガトリングとはお別れのね時代になってしまって、多分乗せられるでしょう、戦艦だったら。ガトリングも CIWS も。 CIWS って何だかよくわかんないけど、ちょっとこれ撤去しちゃって、特殊になるのかな。あ、やっぱ機銃先輩か。 CIWS 131、まあ全部置いちゃえばいいでしょうね。後ろとか前とかないのかな、 CIWS って。まあいいや、置けるだけ置いちゃおうか。次の CIWS さんはここ決定。いや、やめよう。ちょっと適当なとこに、あー、在庫不足、圧倒的在庫不足。これ畳状にねして、これね、こう蓋どっちかっていう風に置けないんだよね、この黒金の方向って。ここに置きたいんだけど、ここには置けないっていう、ね、不具合がね結構頻繁に発生するんだよね。で、そうだな、あとは
これだね。あ、機銃じゃない、これだ。この CIWS さんも、まあ、こんな感じでいいでしょう。多分問題ないでしょう。で、噂のガトリング砲、でけえガトリング砲。あ、ちょっと でけえな。だって攻撃力いくつあんの？さっき200とか書いてあったっけ？400か。400ね。それは一発の弾が400ってことなのかな？ちなみにこれは？嘘だ。この砲一発が295で？この機銃が、機銃ね、ガトリング砲が400？ ありえないでしょ。それはね、それは嘘だよ。おそらく。だってそんなんだったらさ、この辺にね、対戦ミサイルさ置いちゃってさ、後ろにさガトリング砲をつけちゃえば、まあ、とどめの一撃には十分なれるわけだよね。ちょっとやってみようか。置けねえし。はい、奇跡的にね、重さも変わらず、ミサイルもね、なんかこの辺に適当にパロパロパロって配置しています。果たしてこれでミサイル役目が果たされるのかわかんないですけど。何分？ 29 分。29分やってるけど、結局今改造のパートが長かったので、次の第1ステージぐらいはやれるかな？護衛だったら困るんだけど。んと？輸送船8隻。あー、ちょっと強そうだな、敵が。軍本部から入電です。今回の任務は敵輸送船団の急襲となります。帝国軍はレイテ島周辺に多数の艦艇を派遣し、解放軍保護区域に対しゲリラ行為を行っています。我が軍も何度か討伐部隊を編成派遣しましたが、未だ完全に駆逐することができずにいます。しかし絶好のチャンスが訪れました。情報部によれば、敵部隊へ補給を行う輸送船団が現在レイテ近海へと向かっているとのこと。ちょっと待って、1、2、3、4、2、4、6隻。この輸送船団を撃破すれば、燃料弾薬のなくなったゲリラ部隊は自然と消滅することになるでしょう。出撃準備願います。特にあれかな、時間制限とかはないのかな。ただあるからどうにかしてくれと、そういうことかな。やっぱり、ね、あれ黒が好きなんで、そういうところだと、この今回のミッションが漆黒の何だったかな、漆黒の何とか戦とか書いてあったけど、暗黒とかね、暗黒に始まり漆黒とかね、そういうの感じで書けるようにしたいんだけど、漆黒の質ってさ、漆なんだよね。漆って難しいんだよ、書けないんだよ。書くつもりもね、今までなかったんだけど、それ系のね感じは暗黒好きだったら書ける。なんだ？なんか音がすごいことになってんだけど、ガトリングの音か。もしかしてあれかい、弾が足りてないか。そんなことはないと思うんだけど、ちょっとガトリング本気だな。ガトリングの音がちょっと本気だし、どこ狙ってんのかよくわかんねえし、まあいいや、俺を守ってくれんだったら守ってくれ。本当は別に俺はガトリング、すげえ、なんか尻尾でさ、迎撃ぐるぐる回りながら迎撃するの、ほんと尻尾が生えてるみたいだね。かっこいいんじゃないか。暗黒感あるよな。ただ敵がやっぱ強いね。ターゲット、ああずっと奥か。時間がかかりそうなマップだな。エネミーじゃしょうがないしね。ちなみにエネミーはどうなの？普通の船か。ちょっとガトリング俺も撃ってみたい。一生一緒にメガフレアってことじゃないんだよ。ずっと撃てるわけじゃないんだね。そっか、撃ってない、ずっと連射が効くわけじゃないと、 2,3 個ガトリング砲を置いて、発砲遅延装置とか自動装填装置を
つけてないとダメなのかな。自動装填装置とかもねつけてるはずだから、当たれや。これでもね連射早い方だと思うんだけどね。すげえな。でもガトリングが本気だな本当に。心から敵を殲滅しにかかってるな。一番やる気があるかもしれないガトリングが。でもね守ってくれるんだったらちゃんと守ってほしいんだよね俺。みんなでね同じとこ打ってもしょうがないんだよな。なんかもうちょっとさ、このなんだろう、迎撃システムっていうさ、せっかくいいものがあるんだから、この機銃はミサイル迎撃に何パーセントとかさ、その確率を設定したいよね。例えばガトリングはもう航空機 200% 対応してくださいと、ミサイル魚雷は対応しなくていいですとか、なんかそういう設定をねできると もっとねあの幅が広がったんじゃないですかね。今から作ってくれてもいいのよそういうのね。結構あのこのゲーム自体好きな人は少なくない割に、じゃあ自分たちで作ろうかなっていう感じの人がね残念ながらいらっしゃらないようで、難しいのかな船のゲーム作るのって。ちょっと誰だ今本気で叩いてきたやつ、おい許さないかな。応急修理終了。さあ行こう。機関再始動。誘導魚雷か、違うな、ミサイルだね。ただのミサイルだ。ほっとけ、捨ておけ。よし、あとターゲットはもう少しまっすぐ行けばいるのかな。いた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 。見える？見えるけど当てられる気はしないな。まあでも着々とね粛々とやっていこうぜ。よし、あと問題はあと何機？あと1機か。どこにいるかだね。ちょっと自分の電波探信機だったかな、音波探信機か電波探信機はこの程度の能力だからな。エネミーサーチするにはちょっとまだ足りないのかもしれない。まあ、行ってないところといえばもう少し、ああなんかね北の方、あターゲットいるじゃん。あ結構そこら辺にいるんだな。うん、離脱しつつあります。大丈夫大丈夫、離脱するつもりはね。撤退なさるおつもりですか。あ、ああ間に合いました。あちょっと、ああもうちょっと電源落とすわ。